ケルンのグロッケン通り4711番の建物の入り口。ここには4711というブランドのオーデコロンのメーカーがある。住居番号は一定の地域内における建物の位置を示すために規則に従って建物に付与される番号である。ハウスナンバーや都番と呼ばれることもある。家屋番号、地番とは異なる。住居番号は世界的には 一本の道路に面するすべての建物のうちで重複のない番号を道路に沿って順序よく各建物に付与する方式で付与される。この場合、一定の地域内の各道路に重複のない名称が付与される。よって住居番号と道路の名称等を組み合わせると地域内の個々の建物を曖昧さなく指定できる。また、住居番号からはある建物が 道路の左右いずれの側にあるか、道路の起点からどのくらい離れた場所にあるかが読み取れることがある。この方式は、日本では、道路方式と呼ばれる。一般に、住居番号は、重複、混乱などが起こらないように、市役所などの公的機関によって発行される。建物の所有者、管理者は、法律、条例により、 住居番号の取得と建物への住居番号の表示が義務付けられる。建物に取り付けてこれを表示する板は住居番号表示板と呼ばれる。規則的に付与されて建物や地図上に表示された住居番号を利用すると市街地で訪問先の建物を探したり、郵便物を配達順に並べ替えたり、住所を表示したりするのが容易になる。 警察、消防に場所を通報するのも迅速に間違いなく行える。住居番号の発祥は1512年のパリであるという。各国における住居番号の付け方は次の通りである。国は50音順に配列されている。南292番通りと52番通り南との交差点にある標識。南292番通りを 矢印の方向に進むと5200番台の家があることが読み取れる。また、52番通り南を矢印の方向に進むと29200番台の家がある。アメリカ合衆国においては、軍、市などの礼器に基づいて道路に沿う建物に住居番号が付与される。全国で統一された住居番号の付け方はない。例えば、 カリフォルニア州ロサンゼルス郡における住居番号の付け方を解説した学術発表によれば軍内では東西に走る道の北側と南北に走る道の西側に奇数の住居番号を付与する取り決めが一般的であるがそうではない取り決めもあるというカリフォルニア州の州都サクラメントの中心部の道路は5番の目上であるほぼ東西に走る道路は 北から順に A 通り、B 通り、C 通りというように、アルファベット一文字の名前が与えられている。ほぼ南北に走る道路は、西から順にフロント通り、2番通り、3番通りというように、フロント通りを除いて番号で命名されている。東西の道路と南北の道路で囲まれたい区画は、ほぼ正方形で、一辺の長さは約400フィートである。そして、 市の霊気集によれば、住居番号には次の規則がある。よって、東西の通りを東に進むと、フロント通りから2番通りまでの間には、南側に100、102、104など、北側に101、103、105など、100番台の家が並んでいる。2番通りから3番通りまでの間には、200番台の家が並んでいる。 3番通りを超えると300番台、4番通りを超えると400番台であり、以下同様である。南北の通りを南に進むと、A 通りから B 通りまでの間には、西側に100、102、104など、東側に101、103、105など、100番台の家が並んでいる。B 通りから C 通りまでの間には、200番台の家が並んでいる。 C 通りを超えると300番台、D 通りを超えると400番台であり、以下同様である。ニューヨークのマンハッタンの道路も概ね5番の、目状である。南北に走る5番街が、目抜き通りである。東西に走る道路は南にあるものから順に、番号で命名されており、5番街の東では、東丁目、5番街の西では、西丁目という。すなわち、丁目といえば、 東西の通りであり、番外といえば、南北の通りである。そして、住居番号の規則は次の通りである。東西の通りでは、北側に奇数、南側に、偶数の住居番号が振られる。東町目では、五番街との交差点に一番と二番があり、東に進むほど番号が大きくなる。五番街の一本東にあるパーク街を越えると、 住居番号は100番と101番から始まる。以後1ブロック進むごとに100位の数字が大きくなる。西丁目では西に進むほど番号が大きくなる。1ブロック進むごとに100位の数字が大きくなるのは同様である。南北の通りでは東側に奇数、西側に偶数の住居番号が振られる。ただしブロードウェイに限ってはこの逆である。 北に進むほど番号が大きくなる。南北の通りでは、一ブロック進むごとに100位の数字が大きくなるという規則は採用されていない。グレーターロンドンを構成するサザークロンドン特別区の規則では、クルドサックの場合を除いて、新設される道路の一方の側では、奇数の住居番号が付与され、他方の側では、偶数の住居番号が付与される。クルドサックの場合は、 時計回りに住居番号が付与される。特定の番号を避けることは許されない。交差点に面する建物の住居番号は、その建物の主たる入り口が面する道路に基づいて付与される。一軒の家の跡地に数軒の家が建築された場合には、それらの家の住居番号は、元の住居番号の後に A、B、C など一文字を付したものとなる。 分数による枝番号は、文字による枝番号が付与できない場合にのみ使われる。古い道路では、道の両側で、奇数、偶数の使い分けがされていないことがある。例えば、シティオブウェストミンスターのダウニング街の北側には、西から東に10番、11番、12番の建物が連続している。 このように道の片側に連続番号を振り、道の終点まで行ったら折り返して、道の反対側に番号を振る方式は、ロンドンの古い道路では一般的であるという。オーストラリアとニュージーランドでは、2003年に ASNZS4819 という国家規格が制定され、新たな住居番号の付与はこの規格に基づいて行われることとなった。 地域内の道路には固有の名称が付与される。市街地で用いられる方式では、道路の基準点から順に、道路の左側にある建物には1から始まる奇数の番号が付与され、道路の右側にある建物には2から始まる偶数の番号が付与される。仮に27番の建物が29番の建物との間に新たな建物が建築されたときは、 27番の建物は 27A に改版され、新たな建物には27バイトが付与される。また、27番が付与された集合住宅の括弧は、1、27、2、27、3、27のような枝番号付きの番号で表示される。この方式には、欠番が少ないという利点があるものの、次の図の例のように、道の両側で向かい合う。 建物の番号が3以上ずれて、通行人に違和感を与えることがある。一方、人家がまばらな地域で用いられる方式では、道路の基準点から建物への入り口が道路に接する点までの道のりに基づいて、住居番号が決められる。基準点からの道のりをメートル単位で測定し、それを10で割り、入り口が道路の左側にある場合は最も近い奇数に丸め。 入り口が道路の右側にある場合は最も近い偶数に丸め、これをもって住居番号とする。例えば、道路の基準点から832メートルの地点の左側にある家の住居番号は83、同地点の右側にある家の住居番号は84となる。韓国では道路命中処方とその施行例、施行規則に基づいて、 市街地、農村部の区別なく、全国の道路に名称が付与され、道路ごとに、個々の建物に、建物番号が付与される。住所は、道路の名称と、建物番号とを組み合わせて表示される。これは、道路名住所と呼ばれる。幅40メートル以上、または8車線以上の道路には、王子という名称が付けられ、それより狭い道路には、 〇〇寺という名称が、それよりさらに狭い道路には、町という名称が付けられる。キルの名称は、王子・道の名称に基づいて、王子・ N 番キル、〇〇寺 N キルなどとされることもある。道の起点から原則20メートル間隔で道の、左側に、奇数の基礎番号が振られ、同様に道の右側に、偶数の基礎番号が振られる。そして、 建物の主たる出入り口がある1の基礎番号がその建物の建物番号となる。建物番号1の建物と建物番号3の建物との間にさらに建物がある場合は、その建物には1から1、1から2といった枝番号付きの建物番号が付与される。この方式には建物がまばらな地域では建物番号が結番だらけになり反対に 間口の狭い建物が密集している地域では、建物番号が枝番号だらけになるという欠点があるものの、道のりの概算が容易になるという利点がある。例えば、15番の建物は、道の入り口から150メートル程度進んだ、左側にあると容易に予測できる。例えば、カール、ソウル駅の住所は、次のようになる。観光王子が、道路の名称、四百五が、 建物番号である。駅は観光王子の起点から約4キロメートル離れた地点の道の左側にあるはずである。なお、道路名住所は地域住民の20%が発議し、半数の同意が得られれば変更が可能なため、イメージ向上、不動産価値向上を期待して変更の申請が相次ぎ、最近3年間の間に全国で 約260カ所の道路名が変更された。道路名住所導入の経緯は次の通りである。従来、韓国では、日本統治時代の威勢で、法廷道、法廷里と地盤によって住所が表示されていた。最初の地盤は、20世紀初頭に、朝鮮総督府の土地調査事業で付与された。その後の急速な都市化により、 地盤は位置情報としての機能をうまく果たせなくなった。1996年、政府の国家競争力強化企画団が道路名住所を導入する方針を打ち出した。いくつかの地域での試験的導入を経て、2006年、道路名住所投票機に関する法律が制定された。この法律は国民の生活安全と便宜とともに、 物流費削減等国家競争力強化を目的の一つに掲げ、新住所事業の施行、道路名住所の法律上の効力、道路名住所の使用義務などを規定した。この法律は2009年に道路名住所法に改大された。2013年12月31日をもって経過措置であった従来の地盤住所との併用措置が終了し、 翌2014年1月1日より道路名住所に完全移行された。ただし現在でも新住所に括弧書きで旧住所を併記している例も見られる。小アズ483号の建物に設置された門杯。台南県が台南市に編入され、台南県栄光市が台南市栄光区となったため、市の文字が区と書かれたステッカーで覆われている。台湾では 建物に、門泊号場が付与される。台北市における付け方は次の通りである。まず、大通りに、固有の名称が付される。幅15メートル以上の大通りは、〇〇時と命名され、8メートル以上15メートル未満の大通りは、町と命名される。幅が8メートルより狭い路地、または幅にかかわらず、長さ500メートル未満の路地は、地ま,または、 ーというが、その命名は口述する。東西に走る、大通りの北側にある建物、南北に走る、大通りの東側にある建物には、基準となる道路に近いものから順に、奇数の番号が付与され、東西に走る、大通りの南側にある建物、南北に走る、大通りの西側にある建物には、同様に偶数の番号が付与される。また、長い、道は、 複数の段に区分され、段ごとに番号が起こされる。必要な場合は、枝番号を使って、M の N 号という門牌号場が付けられる。大通りに接続する路地は、その大通りの門牌号場 M を借用して、〇〇字 M チマまたは、町 M チマと命名される。二つの大通りを結ぶ路地は、広い方の大通りの門ン号場に基づき、命名される。 〇〇寺エムチマタに接続し、大通りに直接には接続していない路地は、同様の規則により、〇〇寺エムチマタ、エローまたは、町 M ムチマローと命名される。地股や、ローに面する、建物の門牌号場は、道や、町の場合と同様に決められる。台北市立図書館の住所から実例を拾うと、次の通りである。住所からは、本館は南北に走る。 建国南路の東側にあることが読み取れる。また、三教文館は、呉れ外街という通りに接続する、呉れ外街156地又という路地に面しており、呉れ外街からその路地に入って数軒目にあることが、わかる。南高文館は、南高路一段287地又四郎という、路地に面しており、南高路から、 南高路一段287巷という路地に入るとすぐに南高路一段287巷又四郎という路地の入り口がありこの路地に入ると数件目に南高文館があることがわかるこの方式では路地の名称が大通りの名称に従って規則的に決定されるので路地の一本一本について固有の名称を考える必要がないという利点がある また、路地の位置が、大通りとの位置関係で示されるので、地図上で目的地の路地を探したり、市街地で目的地の路地を探したりするのも便利である。なお、戦前の台湾では、日本統治時代のため、日本と同じ地盤によって住所が表示されていた。中華人民共和国の市街地では、建物に門牌号が付与される。北京市の規則では、 問題号は次のように決められる。マンハイムの旧市街における住居番号の付け方は次の通りである。旧市街の道路は5番の目上であり、四方道路で囲まれた四角い外区には、アルファベット1文字と数字からなる符号が A1、A2、A3、U4、U5、U6 と整然と付けられている。外区内では、 宮殿に近い側の角にある建物の住居番号が一番で、そこから時計回り、または半時計回りに、外区の周囲を一周するように一連の住居番号が付けられている。住所は R5、6のように表記され、これの意味するところは R5 外区の6番の建物である。ミュンヘンの住居番号表示版ミュンヘンでは、次のような規則で住居番号が付与される。 日本の住居表示版。日本では、市街地にある住所の表示には、住居表示に関する法律に基づく住居表示が利用される。住居表示は、市町村が区域を定めて実施し、その区域内の建物に住居番号が付与される。この住居番号は、不動産登記法を根拠とする家屋番号、地盤とは異なる。 住居表示が実施された区域においても不動産の取引、登記関係では、家屋番号、地盤が用いられる。住居表示法には、外区方式と道路方式という2種類の方式が定められており、市町村が住居表示を実施する区域ごとにいずれかの方式を選択する。道路方式の採用例はわずかである。いずれの方式が採用されるかに応じて、 住居番号の付け方は異なる。なお、住居表示は、市街地のうち市町村が定めた区域を対象とし、国土の全域で実施されるわけではない。住居表示が実施されない地域では、町名、あざめへと地盤の組み合わせで住所が表示される。外区方式の住居表示については、住居表示法第12条の規定により、実施基準が総務大臣によって告示されている。 これは、自治省に1962年から1964年3月末まで置かれた住居表示審議会の住居表示実施基準に関する答申に基づいて定められたものである。実施基準によれば、まず、町内が道路、鉄道などの高級的な施設や河川、水路などに基づいて複数の外区に区画される。 一外区の大きさは、面積3000平方メートルから5000平方メートル、個数30個程度が適当とされる。町内の外区には、市町村の中心に、最も近い外区から順に、数字で外区符号が付与される。法律上は、外区符号は数字に限らない。大阪市内には、アルファベット大文字の外区符号、渡辺という外区符号。 浜番という外区符号、南番という外区符号の実例がある。そして、各外区ごとに次のようにして、住居番号が決められる。よって、住所の表示は次のようになる。目白2丁目が、町名20が、外区符号21が、住居番号である。団地については、特例が設けられており、次のいずれを採用してもよい。 中高層建物についても特例が設けられている。中高層建物の主要な出入り口が接する、フロンテージの基礎番号とその建物の住戸の番号とを組み合わせて、各住戸の住居番号とすることができる。この特例に基づいて、住居番号が付与されると、住所は次のようになる。目白2丁目が、丁二27が、外区符号13が、 アパートの出入り口が接するフロンテージの基礎番号101が10個の番号で13から101がこの10個の住居番号である。この特例を適用するか否かは市町村が判断するので集合住宅であっても括弧に固有の住居番号が付与されず一棟の集合住宅に1個の住居番号が付与されることもある。その場合には住所は次のようになる。 13がこのアパートに付与された住居番号である。実施基準によると、同じフロンテージに2件以上の建物の入り口があると、それらの建物には同じ住居番号が付与されることになる。これを避けるため、市町村によっては枝番号付きの住居番号を付与することがある。道路方式については、自治省の住居表示審議会から道路方式による、 住居表示に関する答申が出されたものの、住居表示法第12条の規定による実施基準の告示がされることのないまま現在に至っている。答申によると、道路の名称の決め方、住居番号の付け方は次の通りである。まず、道路の名称の原則は次の通りである。道路の名称を決めるときは、必要に応じて次のようにすることが適当とされる。 そして、住居番号の付け方は次の通りである。道路方式による住居表示では、住所は次のようになる。ただし、A 通りは東西に走る道路の名称とし、B 通りは南北に走る道路の名称とし、建物は A 通り沿い、B 通りとの交差点の東側にあるとする。最初に道路方式の住居表示が行われたのは、 山形県東根市の一部であり、次のようにして1978年10月1日から実施された。道路の名称は次のようにして決められた。そして、住居番号は道路ごとに次のようにして決められた。例えば、東根市立人町保育所の住所は次のようになる。若木通り1丁目が道路名で50が住居番号である。なお、 市町村の中の町、字は、地方自治法第260条に根拠を有する。道路方式の住居表示が実施されると、住所の表記には使用されなくなり、目にする機会は減るが、法律上は存続する。また、道路方式の住居表示が実施されても、地番区域と地番、家屋番号は変更されない。住居番号導入の経緯は次の通りである。 1871年5月22日に布告された戸籍法では、住所は番号によって南蛮屋敷と記すことが定められた。しかし、南蛮屋敷という表示は長続きせず、やがて町名、あざめへと地盤との組み合わせで住所が表示されるようになった。その後、都市の町名、地盤の混乱が郵便物の配達の困難などの社会的な問題を生じた。 東京電力は、検診、集金のために地盤が当てにならないとして、独自の画表制度を考案し、使用した。1959年3月、郵政省など、多数の団体によって、番地整理促進協議会が結成された。同年12月15日、第33回国会で、参議院地方行政委員会は、 丁明地盤の混乱に対する対策を政府に求める決議をした。そこで地盤を所管する法務省と丁明を所管する自治省は1960年度3都市の一部区域で丁明地盤整理の実験をした。その結果、間違い、丁明の整理はともかく地盤の付け替えは測量が必要になる場合もあり、時間と経費を要することが明らかになった。 1961年5月、総理府に、町名地盤制度審議会が設置された。この審議会は、学識経験者、ホーム、大倉、郵政、自治の各事務次官など15名を委員とした。そして、審議会は、内閣総理大臣からの諮問を受けて、同年11月に、町名地盤制度の改善に関する答申を出した。その答申では、 財産番号である地盤の整理には困難と多額の経費を要するので、市外地の住居表示のためには、地盤ではなく、諸外国のハウスナンバーのような住居表示自体の目的のための番号を採用すべきであるとされた。この答申を受けて、住居表示法案が1962年の第40回国会に提出され、成立した。以後、日本各地で、 住居表示法に基づく住居表示が実施された。1985年度末の時点で全国1560万世帯で住居表示が実施されており、これは当時の世帯数3798万の41.1%である。現在、日本の住居表示はほとんど外区方式によって行われている。しかしながら国土交通省道路局規格化は、 外区方式について土地に不慣れな人にとっては仮に人に尋ねてもうまく目的地にたどり着くことは難しいとし道路方式だと土地に不慣れな人でも住所を聞くだけで目的地にたどり着きやすいとしているそこで国土交通省は2006年度と翌年度に通りまで道案内という社会実験を各地で実施した大阪府堺市においては 2006年10月に社会実験が行われた。この実験は市中心部の大正寺筋、大道筋などの一部区間を対象とした。東西に走る通りについては、南北に走る大道筋との交差点からの距離を10メートル単位で表したものが一番号とされ、大道筋より東側にあるか、西側にあるかは番号の前に東。 西を管することで区別された。南北に走る通りについては、東西に走る大正寺筋との交差点からの距離を10メートル単位で表したものが一番号とされ、大正寺筋との位置関係に応じて番号の前に南、北が冠された。そして、起点を背にして、通りの右側にある電柱や歩道の路面には奇数の一番号が表示され、 通りの左側にある電柱や、歩道の路面には、偶数の一番号が表示された。この一番号を表示した、観光案内地図が作成、配布された。このようにして、例えば、菅原神社は、全通り寺筋、東18という番号で案内された。これは、大道筋との交差点から全通り寺筋を東に180メートル程度。 進んだ左側という意味である。通り名で同案内は社会実験としては終了した。パリ、アラゴ大通り11番の建物に設置された住居番号表示板パリでは、フランス第一訂正下の1805年に出された命令に基づいて道路ごとに住居番号が付与される。それによれば、セーヌ川にほぼ平行な道路では、川の流れに沿って数字が大きくなるように、 中居番号が振られる。セーヌ川に対して直行するか斜めである道路では、セーヌ川から遠ざかるほど数字が大きくなるように、中居番号が振られる。そして、数字が大きくなる方向を見た時の左側に、奇数の番号が振られ、右側に、偶数の番号が振られる。フランス郵政公社が、全国のコミューンの長向けに作成した冊子によれば、住所は、 最大4桁の住居番号、道路の種類を表す語、ブールバールなど、道路の名称からなる。この冊子は、道路の命名の原則も示している。それによれば、道路名は、スペースを含んで32文字以内で、すでに使われている、道路名の同義語、類義語、同音語を避け、過去に使われていた、道路名と同じ名称も避ける。一度命名した道路の解明も避ける。 この冊子は、住居番号付与の原則も示している。ザ・ナンバリング・オブ・ハウジニューヨーク・タイムズ、ハット・ピーター・フォンダ、ベノルディ、ハウス・ナンバリング・システムズ・イン・ロサンゼルス、GIS、リス九十四プロ・シーリングス、チャプター十五点一一六ビルディング、ナンバリングシステム、サクラメント・シティ・コード。今尾圭介、住所と地名の大研究のピアニッシも、百二十、一百二十五、ストリート。 ネーミングナンバリング、サザックカウンシル、イマオピアニッシモ、1 0 6 1 1 2オーストラリアン、ニュージーランドスタンダード、ジオグラフィックインフォメーション、ルーラルアーバンアドレッシング、道路名住所法、道路名住所法施行例、道路名住所法施行規則朝鮮語の固有語、キル。なお、中国語では、町と、日本語では、キルと訳される場合が多い。白 K。 海外法律情報、韓国、新住所表記の導入と、印鑑登録制度廃止の動向、ジュリスト、住所表記、日本風、市、郡、区政から先進国型、道路名に、チョスンオンライン、日本植民地時代に、導入の、地盤住所100年ぶり消滅へ、チョスンオンライン台北市道路名パイキモンパイ変区議、ポーシ偶、台湾での住所の探し方、埋めと、 桜、日本台湾年刑人的事情、文館閲覧室、台北市立図書館、北京市門杯、老廃管理残庫、ポー、今尾ピアニッシモ、112116、サツンウーバーダイベネナングデアオフェンリカン、バーキールズフラッケンウントダイナンデルンデアジボウント、グランドスタックインデアロンディハウプチャタートミュンヘン自治、大臣、外国方式による、住居表示の実施基準を定める件、 漢方自治大臣、外区方式による、住居表示の実施基準の一部を改正する。県、漢方自治大臣、外区方式による、住居表示の実施基準の一部を改正する。県、漢方、ハット AB 川久保上る、住居表示の実施について、地方自治、今オピアニッシモ、158-164、ABCD 自治省、新しい住居表示の実施、漢方資料、 松山市都市開発課、住居番号における枝番号の不満について、松山市、ハット AB 自治省行政局長、道路方式による、住居表示に関する答申について、自治省振興課編、住居表示制度の解説、大場広市、山形県東根市における、道路方式による、住居表示について、地方自治自治大臣、住居表示が実施された県、官報、 自治省、住居表示の実施状況、官報資料版戸籍法第七則、区内の順序を、名にする派番号を、要、ゆへしこにまい国にか私の差別なく、新民一般番号を、ただしめその住所を、木、すにすべて何番や式と騎士編成の順序も、その合数をもって、テールを要す、お使い県、市街地の住居表示を合理化。 住居番号による方式を定め、町名地盤の混乱による障害を解消する、字の法令、ハット ABCO つい、見、町名地盤の整理を促進、地盤による、住居表示の問題点を検討して、町名地盤整理の第一歩を踏み出す、字の法令、郵政省、通信白書平成万年版の資料2から17、 住居表示実施再生台数の推国土交通省道路局企画課、通りなで、道案内を、全国各地で展開中、道路行政セミナー、堺高橋、堺市における道案内システムの実施について、道路行政セミナー、デクレット14フェブリエ1805、L.A.B.C. ベラジェスチョンでボイズ。ありがとうございます。